1>, 1月16日、牧野原市の住宅で40代の母親が中学1年生で13歳の娘に首など複数箇所を刃物で刺され死亡しました。警察は娘が母親を殺害したと認定し、午前、事件を児童相談所に送知しました。娘はスマホをめぐって母とトラブルがあったという趣旨の話をしているほか、自宅からは、 血のついた包丁が見つかっていて警察は同居する家族に話を聞くなどして調査していました娘は14歳未満のため刑法の規定で刑事責任を問われない職法少年にあたります児童相談所は重大事件と判断し家庭裁判所での審議が適当として午後火災に送致しました